はい、キュウベイです。信長の野望大使パワーアップキット、黒田官兵衛編でやっています。今回は、最後の敵、小西行長ですね。彼を倒したいと思います。それではどんどん行きます。もうね、敵こんなに徴兵してますがね、もう圧倒的な人間の数で攻めてあげましょうかね。ちょっと兵士が整ってから攻めるといたしましょうかね。で、春になったので、手切れをすると。うん、悪いが、九州統一のために、人柱となってくれたまえと。これが味方の本陣でいきますね。この部隊が本陣で、でこの岩尾城を攻めるのが第二陣と。それで岡城を攻めるのが第三陣と。もう陣って呼び方やめましょうかね。第三陣だとかって、もう鎮ずるっていう言葉を、使いましょうかね。このような形でいきましょうかね。志果たさずして賞は終えられぬな。国衆将兵やってきましたね。ではこちらも国衆将将兵をやって、勝つためならな。でこちらはね、対面を取っといたんでね、勝つためならな。では彼らを、部隊が2つというね、あえて敵にね武将を渡さなかったので、作戦勝ちですね。わざとここに陣を置いて、行きます。覚悟してもらおう。覚悟しろ。敵の居所知れましたか。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。覚悟せよ。愚痴、覚悟せよ。やりたい。前で、島津さんがかかれ、おとり挑発をすると。ご命令ください。始める。やりたい。前。ご命令を。やりたい。前。あ、進路を塞がれましたね。始めるぞ。かかれ。隙だらけだ。攻めるぞ。ゲチ。始めるぞ。心してかかれ。もうもみくちゃですね。始めるこれはちょっとひどいな。かわいそうだな。あれ、銀千代さんが、ご命令を。みんな進むのだ。
旦引くぞ。でここで全軍突撃ですね。やりたい前へ。もうものすごい攻撃力ですね。切り込め。やりたい前へ。切り込め。凄まじいですねこの攻撃力は。情けは無用。それで、小西さんに攻撃を仕掛けると。やりたい前へ。かかれ。切り込め。今は引こう。攻めよ。これで囲み込むと。切り込め。やりたい前へ。ものすごい。700とか減ってますね。兵士が800近く減ってますね一気に。攻め込め。なんだこれは。これは気持ちいいですね。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。うん。ではどんどん行きます。あ、長政くんはもう城に入っただけで落としちゃうんですね。ああ。ということは、手を打ちましょう。長政くんは出陣せよ。このね、泉城に向かえばいいって形ですね。手を打ちましょう。ああ。かたじけなし。ご命令を。もうこれはね。もうこれはもう見えましたね。うん。こういうふうに戦いを持っていくっていうね。うん。これは戦術じゃなくて戦略でね。こういうふうに持ってったっていうね。ところを見て今回は、うん、今回のシリーズは見ていただければと思います。飽きないを始めましょう。仰せの通りご命令を。この戦私たちの落としましたね。インドさんが仲間になって、それで残りの、7人は籠城していると。撃って出てきたら面白いんですけどね。あ、手段は選ばぬ。勝つためならな。これで終わりましたね。でこれで黒田官兵衛がね、1597年にね、九州統一をしたということでね、これで関ヶ原の1600年に間に合いますね。国力を蓄えて徳川家康とぶつかるという話の流れができました。小早川さんもね、寿命が伸びてね、うん。秀明さんじゃなくてね、高影さんと小早川秀明さんじゃなくて小早川高影さんと、徳川家康さんがね戦ってね、徳川さんが、脇腹を突かれて死ぬということで、うん、これで徳川幕府はなくなったと
という話ができましたね。それでは今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。